皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。この動画ではですね、アジア開発東京機会、見ていきたいんですが、まあ内容としてはですね、昨日出たアジア開発の決算を見ていくんですが、まあ株価結果としてはですね、 PTS、まあ、6.6、6.7 の推移なので、まあ暴落とかね、すごく悪い評価ではないんですが、まあ、決算で、まあ、2桁いってほしいなとか、上がってほしいなという考えからすると、まあ、ちょっと物足りないものだったかなという感じです。で、まずですね、大まかなものを見ていくと、引け後に決算発表と、22年3月期第2四半期累計の、連結経常損益が4200万円の黒字に浮上して着地で、直近3ヶ月の実績である、7から9月期の連結経常損益は4100万円の赤字に、赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期のマイナス 100% からマイナス 12.1% に急改善したということで、まあ、これだけ見たらね、まあ、結構良さそうなんじゃないかなと思うんですが、まあ、実際この PTS が物語って7円にいかないということは、まあなんかそれだけちょっと物足りないものがあるということなので、まあ、早速ですね、アジア開発のホームページからですね、いろいろ、お知らせとかね、決算見ていきたいと思います。こちらアジア開発のホームページなんですが、まず11月15日で、3つ出てます。で、まずはこう下から見ていきたいと思いますが、でこちら1ページになってます。営業外収益、営業外費用、特別利益及び法人税の計上に関するお知らせなんですが、まあ、こちらではですね、まあ、営業外収益、673万円を計上と。で、営業外費用がですね、まあ、為替相場の変動により2900万ということで、で特別利益が、900万ですね。固定資産売却益というものが発生しています。で、まあ、これらは、この後ですね、見ていく決算に計上されていますということなんで、反映されていますということで、まあ、次を見ていきたいと思うんですが、連結子会社における固定資産の譲渡及び特別利益の計上に関するお知らせということで、バイオマス燃料、供給事業の撤退の方向で進んでいるということで、でそれのですね、譲渡資産の内容、複数の機械装置の、譲渡価値がですね、460万円ということで、まあ、こちらを特別利益として計上していると。で、まあ、この後の決算に反映していますということになっています。で、こちら、まあ、最後にですね、12ページになる、四半期決算なんですが、まあ、1年前と比べてね、売上高、営業利益のところのね、赤字が黒字になっているっていうことは、まあ、評価できるというかね、変わってるなとは思います。で、まあ、自己資本比率、一株当たりの純資産というところは、去年に比べては落ちているというところで、まあ、ここからは、まあ、先ほどのね、経常利益だったりとか、まあ、細かい説明になっているんですが、まあ、自分がこう注目したいのはですね、まあ、この数字的なものはね、まあ、いろいろ掲示板とかでも税金のこととか指摘がなされてましたが、まずはですね、大きな骨組みというかね、として、やはり継続企業の前提に関する重要事象がですね、まあ、外されることが一番大事かなと思います。まあ、ここに関しては第2四半期
連結累計期間においてですね、6700万円の営業利益を計上したものの、前連結会計年度までに継続していた重要な経常損失親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているということで、まだですねこういう重要な疑義を生じさせるような状況が続いているということなんですが、まあ、当然これを解消してですね改善するための対応策については、四半期連結財務諸表に関する中期事項に記載している通り、対応策については実施途上であると。まあ、ただですね、経済情勢によっては意図した効果が得られない可能性もあるため、現時点においては、重要な不確実性が認められると、まあ、いうことで、まあ、当然ね会社としてもこれをね取りたいっていうのは、まあ、かなり重要なポイントにはなっていると思うんですが、まあいろいろ対応策というかね、これを取るために活動はしているということなんですが、まあ、なかなか文面からもね、まあ、努力はしていますが、まあ、難しいところですというかね、なんかもう確実に取れますとか、秘策がありますみたいなことではないので、まあ、やっぱりここが大きな買いが入れないというかね、長期で、大きな、大株主というかね、なかなか入りづらいポイントの一つになっていると思うんですよね。まあ、決算が一応これ、まあ、予定通りの、日にちでですね、まあ、まずまずの決算内容の数字だったので、あとは裁判、まあ、できればですね当然最高裁で勝ってほしいですが、まあ、それが終わって、まあ、次のプランというかね進展が出てきて、で最終的には、まあ、この会社の注意がですね東証から取られることで、まあ、トラブルとかね、マイナスの部分さえなくなってしまえば、株価自体は今ものすごい安いと思うんですよ。ただこのちょっと怖いなって、入るのは怖いなっていうポイントがあってなかなか入れないと思うんで、まあ、あとはそういう長期で会社が継続できるとなれば、まあ、この安いうちに入っといて、まあ、数ヶ月数年寝かしとけば、まあ、さすがに、10円15円20円となっていくだろうっていう見方も増えると思うんでね、まずはそこら辺から改善してほしいなと思います。まあ掲示板とかでもこの決算をいいとか、いや全然良くないという意見がいろいろあって、いろいろ突っ込みどころが多いとかね、なんかここら辺どうなってんだみたいなのもあって、まあ、一概にめちゃくちゃいい決算とかですね、とてつもなく悪いとも言えないんですが、まあ一番はねこの PTS が物語っているように、とてつもないねサプライズだったら多分今ストップ高に近いような値段になってると思いますし、まあまりにもひどいとかね、また延期みたいなことになれば、まあかなり落ちていたんだと思いますが、まあ予定通り出したけど、まあ、まずまずというような株価になっているのかなと思います。なのでまだこのちょっと6円7円、まあ、よくて6円8円ぐらいですかねのちょっとバーコードが続きそうではありますが、まあ、何かきっかけがあって、上を目指せればいいなと、期待して見ていきたいと思います。今回は以上になります。ありがとうございました。